岐阜聖徳学園大学松川志保さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。岐阜聖徳学園大学外国語学部外国語学科3年生の松川志保です。ちょっとトップバッターで緊張していますが、これからインターンシップ成果報告をいたします。私は8月23日から27日までの5日間株式会社文啓堂でインターンシップ体験をさせていただきました。まずはじめに私がインターンシップに参加しようと思ったきっかけについてお話しさせていただきます。私は昨年文啓堂でインターンシップをした先輩から、インターンシップは就職について考えるいい機会になるし自分のためになるから絶対参加した方がいいよと勧められたことがきっかけでした。インターンシップに参加するまで私は仕事や働くことに対してぼんやりとしたイメージしか持っていませんでした。生きていくためにお金を稼ぐことという程度にしか考えていませんでした。そこでインターンシップに参加するにあたって私は一つ大きな目標を立てました。それはスポンジのように何でも吸収してくることです。社員の方の考え方や働いている社員の方々の様子や考え方やお話、会社の雰囲気などを通して、全てをしっかり自分の目で見て感じて学んでこようと決めました。インターンシップの1日目はオリエンテーションと自己紹介、編集部についてのお話や会社の概要、社内見学をしました。文啓堂は教育出版社でドリル教材、テスト教材、図書教材や教材教具の企画制作を行っています。お話を聞いていて、子どもという純粋な存在に新しいものを与えていくという責任は大きいけれどとてもやりがいのあるお仕事なんだなと感じました。文啓堂の商品の流通ルート、市販薬直販の違い、教材の 色使いや見せ方の工夫など何もかもが初めて知ることばかりでした。2日目は営業部で漢字ドリルについているテストの切り離し作業、全国の小学校の児童数調べ、パンフレット郵送のための作業のお手伝いをさせていただきました。その他にも商品企画の部分にも少し携わらせていただいて、裁縫セットや家庭科のエプロンの宣伝広告のチラシの他社との比較や改善点を考えました。3日目の商品流通部ではシール出荷の作業のお手伝いをしました。商品流通部は顧客に一番近い存在です。プレッシャーも大きかったですが、それ以上にこのシールが子どもたちに届くんだという実感が持てて、すごくやりがいを感じました。4日目の教具部では探検バッグとアクティブバインダーという商品の他社との比較や改善点を話し合って発表しました。私たち学生の意見も貪欲に取り入れてくださろうとする教具部の方々の姿勢がとても印象的でした。工作教材を試作して説明書や教材の改善点を挙げる作業や、朝顔キットで育てた朝顔の種の数を数えるという作業もしました。教具部の方がお話の中で求められる仕事だけじゃなくてそれ以上のことをする、自分の利益だけじゃなくて会社や社会全体の利益を考えて仕事をしないといけないとおっしゃっていたことが強く心に残っています。5日目の総務部では秘書業務をお手伝いさせていただいたり、社内アンケートの集計をしたりしました。幼い頃から秘書業務に憧れていた部分があったので、秘書業務に少しでも触れることができて感激でした。アンケート集計は地道な作業でしたが、このアンケートによって社内環境が改善されるのだと感じたらすごくやりがいを感じました。5日間を通して様々な部署を回らせていただいて、社員の方の考え方に触れ、仕事に触れて、会社の雰囲気に触れたことで、少し大げさな言い方かもしれませんが、今までとは見える世界が少し変わったように感じました。インターンシップを終えてバイクに乗って家に帰る帰り道に、もう目に見える景色すべてが、信号やお店とか車とか歩いている人すべてが、ああ仕事が関係してるんだなっていうふうに見えてきて、それは今までの学生生活では感じられなかった感覚だったので、すごく自分でも驚きました。もっとたくさんの仕事を知らないといけないなと心から思いました。
金や自分のためだけに働くんではなくて、会社のためや社会のためにという視点で仕事をするということも学びましたし、社員の方のものづくりに対する意識やポリシーというものもすごく感じて取れました。そしてこのインターンシップでの貴重な経験は就職活動への第一歩となりました。そして自分の仕事に対する考え方やものの見方が広がるきっかけになりました。私をインターンシップで受け入れてくださった株式会社文系堂の皆様、そしてこのインターンシップを行くきっかけを与えてくださったインターンシップ推進協議会の皆様、就職課の先生方、本当にありがとうございました。発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。松川さん、ありがとうございました。次に同じく岐阜聖徳学園大学恭平さん、お願いいたします。はい、では岐阜聖徳学園大学経済情報学部経済情報学科、山田恭平です。私のインターンシップの報告について、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。あまりパワーポイントの方は、説明しませんので、流し見程度に見てください。私は広田株式会社で、8月の23日から27日の5日間研修をさせていただきました。はい、こちら広田の概要なんですけれども、簡単に説明しますと、岐阜に本社機能のあるアパレルの会社です。はい、売上の半分がレディース、続いてラウンジウェア、子供服、メンズ、ベビーウェアで構成されています。私がここで少しインターンシップに参加した、する上でのテーマに関して話したいと思います。テーマがですね、前に出る、躊躇しない、自分色を出す、こんなことを掲げてインターンシップに参加しました。その結果、同い年の仲間たちにもかかわらず、あだ名が先輩というあだ名になってしまいまして、これも一つの、テーマの成果かなと思っております。現在も、情報交換をしながら、関わって交友関係が続いているということです。良い就活仲間となっています。はい、インターンシップの5日間で、得られたものなんですけれども、テーマとコンセプトとターゲット、このようなことを会社の皆様が意識されて働いているんだなということが非常によく分かりました。それがインターンシップの内容にもですね、自然に反映されていたかなというように思っております。はい、インターンシップの概要です。インターンシッププログラム、このように進めてまいりました。5人1組の、グループワークで5日間過ごさせてもらいました。私のグループでの役割なんですけれども、グループリーダー、会議進行、ファシリテーターというんでしょうか。あとはアパレルに興味のある人が多かったので、私自身は、それとは別の視点で見ていくということを意識して、取り組まさせてもらいました。全てこれお話ししたいんですけれども、本日は、4日目の販売体験について少し詳しく話したいなと思います。はい、販売体験とは何ぞやということで、社員さんをですね、服のバイヤーさんに見立てて、商品の売り込みを交渉していくんですけれども、価格、交渉もしながらやっていくというものです。先ほども申しました通り、テーマとコンセプトとターゲットというものをしっかり決めなければ、売り込むことは不可能です。はじめは私たちのチーム、超弱い親父というのをコンセプトに、ターゲットは奥さんに絞らせてもらいました。なぜかというところなんですけど、お父さんというのはあまりコーディネートを自分でしないというところから、女性に受けそうな生地であったりだとかデザインというものを、そういうことを売り込む内容にしていこうと思ったんですけれども、ありきたりすぎて少々売り込む内容が詰められないということで、結局パジャマを売り込むことにしました。働く20代の女性をターゲットに、大人でも可愛くしてほしい、仕事と休息、家に帰った時の切り替えにということをコンセプトにさせてもらいました。このパジャマ、とても可愛くて、そして、とてつもなく気持ちいい素材が使われています。皆さん、想像してほしいんですけど、気持ちいい素材ってありますよね。それ想像してもらうと分かるんですけど、それです。もう本当そんな感じで、本当に気持ちいい素材でした。でそのもう少し、選んだ理由というのがありまして、現在芸能人の方々が結構ブログとかですっぴんを出したりとかされてますよね。それと同時に、
パジャマっていうのも最近注目されつつあります。知ってましたか？どうですか？はい、これまでスウェットやジャージを着る人が増えていたと思うんですけれども、ここらでパジャマが来るんではないかということで、これを売るネタに選びました。いざ売り込みということなんですけど、実は私たちのチームだけ売り込みに失敗しました。原因は明らかです。先ほどのトレンドの話しましたけれども、バイヤーさんに服を触れさせるということを忘れまして、できませんでして、それが原因でした。物を売るということはとても難しくて、なかなか話術だけではなくて、いろいろな、視点、いろいろなアプローチ、角度からしていくということをしなければならないということは学びました。はい。販売はうまくいきませんでしたけれども、テーマ、コンセプト、ターゲット、こんなことを意識することはその後のインターンシップ、就職活動にとても役立っております。そしてこのように広田で学んだこと、手に入れた仲間、関係者仲間というのは、インターンシップや就職活動だけでなくて、仕事をしていく上で、社会に出た上で、どんな就職先、業種、職種などにも関わらずに、それに通ずるものかなと思っております。これで私の発表終わります。就職活動者の皆さん、これから就活、どんどん忙しくなりますが、一緒に頑張っていきましょう。はい、ご清聴ありがとうございました。島田さん、ありがとうございました。引き続き受け入れ企業の